キャロル軍はアメリカ合衆国イリノイ州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は15,387人であり、2000年の16,674人から7.7%減少した。軍庁所在地はマウントキャロルであり、同軍で人口最大の都市はサバンナ市である。キャロル軍は1839年に ジョーデービース軍から分離して設立された。軍名はアメリカ独立宣言に署名し、1832年に署名者の最後の生き残りとして死亡したカロールトンのチャールズ・キャロルにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は466.36平方マイルであり、このうち陸地444.81平方マイル。 水域は21.55平方マイルで、水域率は4.62%である。ミシシッピパリセード州立公園が、軍内サバンナ市のすぐ北にある。サバンナ陸軍補給省が軍内に一部入っている。近年、軍庁所在地である、マウントキャロル市の平均気温は1月の下市7度から7月の下市85度まで変化している。過去最低気温は1910年1月に、 記録された過詞31度であり、過去最高気温は1936年7月に記録された過詞108度である。月間降水量は2月の1.43インチから6月の4.77インチまで変化している。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。キャロール軍は下記12の軍区に分割されている。ありがとうございます。